俺は両方戦。この俺の部でお前に天下をくれてやる。ふん、良い面構えではある。そなたを名族の配下に加えよう。くだらんことを報告についてないわ。反抗したやつなど一族郎党を根絶やしにするのじゃ。さあ今回ね、呂布が炎将軍に裏切ってもこの反党卓連合発生するか見てみたんですけど、これ発生してますね。行ってみるか。さあ戦を極める党卓を倒すために炎症筆頭に呂布が行くと。これはどうなるんだ。相手呂布はいないですよね、こうなると。で、まあ、呂布と朝鮮の秘策が出てくるわけですが、それがどうなるのかと。メンツは代わりに誰が入ったんだろう。隠し利格がいる感じかな。オッケーオッケー。天下を憂う諸侯よ。よくぞ集まってくれた。だが、昨今の騒乱に乗じ洛陽に入った董卓が帝を我が物とし暴虐の限りを尽くしているのだ。今こそ関心董卓を討ち朝廷の好機を改める時である。この名族炎症の劇に応えた英傑たちを我らの手で天下に太平をもたらすのだ。さあこのね、作戦飛型の、演説説得行ってみたいんで、まず一番下に行ってみようかな。始まったらね。で、敵は東伯と長領が演説を襲ってくるんでいないよと。呂布と朝鮮がね、セットで秘策になるんで、それがないから朝鮮がいると。ちょっと戦況変わる感じだね。上にいる曹操と劉備には期待したいけど、どうなるのかなと。列車行くぞ。に集った勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり董卓を打ち果たすのだ。さあちなみにね、クズどもがさあ董卓やっちゃいますけども、主人不倫の邪魔はさせんぞ。孫権でね、例えば董卓配下に行ったら郊外帝府とかね、関東か、孫権軍って3人来るんで減らせるんじゃないかなと。さあこれ、ね、連れていけばいい。同行する。ほい。こっちか、こっち。これはまだか。このままでは敵に押し負けるぞ。あれ来ない演説。あ、同行で行けないんだ。連れて行こうと思ったけど。評論は出さぬ。あ、説得できんのかな。戦がうまく運ぶと本所の手柄が増えてしまうからな。止めている模様を説得してでしょ。ちょっと出させてみよう。あいつ相当ため込んで、あれ先に通せばいいのかな。行ってくるか。お前も一緒に来なさい。孫権持つかな。まあ多分配下もいるもんね、関東とか。お前たちさっさと奴らを打ち払うのだ。やべ、無視されてる。あ、戦うのね。急げ急げ。待て、めちゃくちゃ食らうんだけど。やっぱ間に合うか。さらに奮起。手こずっておる。この軍の陣、予想以上に苛烈ような。お、そうそう、孫権家のために。あ、これは判断かな。あ、きっと落ちてますね。兵糧どころじゃないけど、
下などと騒がれとはまずい。お、お忙しいよぞ。ヤルフがね、やつで説得。人間殿の輸送部隊が来てくれたか。お、あ、そんなすぐ行くんだ。兵たちの戦意も高まるだろう。これは孫権に倒させたいね。敵を殲滅するぞ。え、演説来てくれよ、ちょっと。なかなかやるじゃねえか。同行すら出なくなった。行くか。あそこの状況ですが、孫権、郊外、関東、曹操と言いまして、敵は、かゆうのみと。じゃあ、いいんじゃないかな。どんだけ強かろうとね。よくやられちゃったんで、ちょっと苦戦してるんでね、急いで。拠点を守りに行こう。郊外入そう。え、待って。大丈夫か。覚悟せねばならんか。これは行くか。ただ死ぬんじゃないか。ちょっと待って待って。わしとしたことが優劣を読み違えたか。かゆ倒せるかな。来たよと。全然食らってない。やった。その働き覚えておく。なんとか倒しないと。さあ、ここからが本番だ。流れを変えてみせようか。兵糧行ったところであんま変わらなかった、ね、これだけ終わらして早くしよう。死んじゃう。この俺が負けただと。トータク殿、悪いがここは引かせてもらう。あ、挑戦がきつそうだな。これで変わるんじゃない。やっぱり戦況が優位ではないと。皆の志を刃とし、敵を退けるのだ。というか進軍開始、拠点がない。ちょっと待って、本陣がついに危ないぞ。さあ挑戦すまないな。こっちに来てくれないか。このイベントにね、多分君主がいれば発生するだけなんで、多分炎章と曹操さえいれば他どうなってもいいのかなという感じだよね。見事な戦ぶりだ。あと気になるのは、例えばまあこれ終わればね、前は東卓死んだ後で呂布がついてたけど、まあ、誰がつくのかな。東敏なのか、まあ、それこそ無双系なのか、まあ、理覚隠しとか勢力を持ってるやつなのか、まあ、気になるところです。まあ、強制呂布みたいなプログラムがなければね、多分誰か代わりにつくはず。まずいぞまずいぞ。急げ急げ。敵も倒して、さあ半島タク連合でめちゃくちゃ頑張る。両方くそ、意外とやりやがる。ここは一旦引くとするか。あとは両方の秘策がないとね、あれだね、何も秘策大体もないんですよ。もうなんかね、飛型とか完全ゼロになっちゃうんだ。さあヘスギリ同じ。味方がやられれば多分減ってくる。見事な戦ぶりだ。宝石に制されてはまずい。よし、ここの守りにつくぞ。勝者拠点、まあ大事だけど、土地は俺のものだ。真ん中行ってきますかね。ここにいっぱいいるんじゃないの。挑戦か。
一人だけだね、とはいえ。よくやった。その働き覚えておく。さあ、ここからが本番だ。よっしゃ、多分裏が出てくるかな。あれ消えた。はい。最強の武器。ルフの好みは変わらないんだね。ちょっとね、昔より地味になってると思うけど。次防衛隊長を倒して、あ、だから壊れるね一回。これ進めますけども、さあ拠点拠点戻ろう戻ろう。さあなんとか逆転と。ありがとう。これも倒すか。よくやってくれた。借りは返す主義なんだ。さあ、少し破壊されましたが、まあまあそれはね想定通りと。さあ敵の必殺ゼロになりましたね。ここで兵器取らなくてもいいかな。止まったのであとは開けるだけと。見事な戦ぶりだ。さあ孫権連れていこうかな。多分防衛してるんで同行でね、前へ前へと。さあもうじき開くので董卓の首を取りに行こうじゃないか。さあまさかの呂布裏切りからのね反董卓連合加入と。関戸が乗ってないんでね、まあ、持ってないんであれですけど、そもそも董卓のもとにいなかったんじゃないかなと。ね、呂布が董卓のもといなければ多分こんなメンツだと思うんで、案外いいんじゃない？イフ。これが歴史のイフです。名族にふさわしい圧倒的な勝利を飾るのだ。孫権来てるのかな。同化してるけどね。あ、ようやく起き出したか。ずっと縄文の前にいたんでね、同じ場所にいてほしかったけど、この俺がこれなくても来んじゃないかな。それも悪くない。まあ待ちましょう。とりあえず拠点でも取って。体勢を整え。さあ一応ね、孫権、劉備、曹操と来たんですけど、曹操だけだね、ここまで来たのは。さあ董卓やる前に奥のメンツを倒したいなと。まずは各。今は引いておいた方が良さそうだよ。そう、あ、来た。そうそう、孫権、劉備揃ったね。よし、行こう。次は誰かな。誰を目切ってるんだ。挑戦技能、挑戦。誰に、あ、ナイス挑戦だったね。はい、あとは董卓と。働きをするのその分出し惜しむでないじゃん。次の前のため。よっしゃ、来い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 。しかも3人しか来ないんだね。
き玉やっちゃおう。おお、やるね、いい突きだ。よくやってくれた。さあ殴り殺しにしよう。溜めて溜めてドーンと敵将撃ち取ったぞ。さあこの3人揃い組です。ちょっと早々移動して。こんなところで終わるのか。わしの主人にグリーンが。さらく攻略。逆賊東卓を打ち払い、落葉を奪還した。連合軍の大勝利を。みんな勝ちどきをあげ。さあどういった結果となるのかだね。後継は誰なのかと。あ、一つないからすげえ功績が少ない。かそういうことにもなるんだ。お互い兵数5、もういないじゃん。関東も6しかいないし、とんでもない戦いですね。さあ、半島卓連合大勝利。東卓が死亡し、李樹が後を継いだ。ほう、もうボロボロだね。さあ今回ね、このイベント戦条件見てるとね、君主がいるっていうのと、ターンが多分何ターン以降か、始まってから何ターンかたってれば勝手に起きるって感じなんで、ちょっとね呂布を裏切らしてね、炎将軍として戦わせてみましたね。名族の神にふさわしいよ。ありがとうありがとう。多分ね、君主さえいればいいんで、諸葛亮が赤壁にいないとか曹操側にいるとかね、あと関東の戦いで、関羽が炎将にいるみたいなのもできるんだろうね。まあ劉備がそれこそ曹操側に行ってもいいですけど、そういう歴史の威風がこのイベント戦で起こせるみたいですね。条件は特にないので、半島竹連合になんかしょうもない武将でも参加できる人でいうと、これやんないですけどね。とりあえずここにしましょうか。